正眼使ってるやつ大体プレイングザル、かっこ俺も含む、リュウです。さあ本日なんですが、またハイランダーデッキをね、使ってランク戦やっていきたいなと思っております。ハイランダーデッキ、これ何かっていうと、前回のもしよかったらレッドアイズハイランダーデッキの方も動画見ていただければと思うんですが、全部の、カードをピン刺しするっていうのが、ハイランダーっていう組み方ですね。で、うち あのメンバーと一緒によくやってる遊び方で、特殊レギュレーション組み合わせてですね、デュエルリンクスのリミットが入っているカードは禁止、使うの禁止で、さらにトラップカードの、人気カードランキング9位までのカードを禁止する、それ以外は全部自由、スキルも自由で入れるカードも自由っていうデッキの構築ルールでやってるんですよ。あのハイランダーデッキ、これね、かなり面白いんですよね。ハイランダー、これなんでかっていうと、多分1枚1枚のそのカードのなんだろうな、あの採用理由とかよくちゃんと考えないといけないし、でやっぱ強いカードガン詰めとかできないんで、まあある程度そのコンボ的なあの要素が求められる。まあもちろん1枚で強いカードめっちゃぶち込むっていうあの感じもあるんですけども、そういうなんだろうな、普段とは違う遊び方ができるんで、ぜひですね皆さんにもちょっとチャレンジしていただきたいなと思ってるんですが、今日は、ハイランダー正眼ブルーアイズ、ハイランダーでブルーアイズ組んできました。結構強いですね。これも、ですね、ランク戦で、10勝するまで、やるっていうね、どのぐらい勝率叩き出せるのかみたいな、そういうね、検証みたいなことしてるんですが、このデッキはね、いくつだっけ、41%、勝率 42% ありました。結構そこそこやりますよね。ハイランダーで 42% って結構やると思うんだよな。で、ギミック的には本当なんかその正眼だけだと事故っちゃうんでね、なんで、まあ、この諸行とか太鼓とかの他に、まあ、ちょっと一番初動できる忍者マスター半蔵とか、あとはこのウィンダーとかね、こういう1枚でも強いカードを、まあ、結構いっぱい入れて、であとはトラップカードとかをがっつり使って、相手の、まあ、動きを抑制していくっていう、そんな感じのデッキになっております。ちょっとね、なんかね、その俺正直言っていいですか、最近やっぱちょっと環境変わんなすぎてちょっと飽きてきたんですよ。なんでちょっとね、遊び心を持ったデュエルリンクスの遊び方をちょ皆さんにも提案していきたい。はい、なんかなんだろうな、普通のランク戦じゃない、なんかそのちょっと異色なちょっと変わった遊び方みたいなのをやったら、結構モチベーションもなんかなんだろうな、ま、逆に上がるみたいなところあるんですよ。ぜひですね、皆さんもね、この動画いいなと思っていただけましたらです、ハイランダーデッキ組んでランク戦潜ってみていただきたい。そして、ハイランダーデッキのなんか話とか、したい場合は、ぜひですね、竜の幹部会への参加もね、概要欄からお願いできればなというふうに思っております。夜な夜なボイチャつないでデュエルしたりしてるんでね、仲間が欲しいという方、ぜひ、おすすめでございます。早速、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ハイランダー正眼ってさ、多分なんだけど、無課金でも作れるよね。なんか、頑張れば。って思ってて、俺、実は。リスタートかな？からくりですかね。結構ね、それはね、いいところだと思うんだよね。かなり。で、半蔵さん召喚して、半蔵さん効果。長編芸持ってくる。まあ、もちろん普通にさ、まあ、太鼓ガン詰めした方がもちろん強いんだけど、なんか、新しい遊び方を提案したくてね。俺は。その、なんかね、ハイランダーってちょっと面白いんだよね、やっぱり。なんか、その一枚一枚のカードのなんかその採用理由とか、コンボとかを結構かん、まあ一応もちろん一枚一枚強いカード入れてきゃいいんだけど、コンボを考えないといけないっていうのが結構あって、意外とね、まあ面白いですね、構築。しかもなんかその太鼓とかも、3枚ないからさ、まあ無駄に使っちゃいけないんですよね。だからその、結構いい感じでこう、ここぞっていうタイミングで使わないといけなくて、三癖キモいな。三癖キメえな。ちょっと一回霊竜、一発霊竜かましに行くのありだと思うけどね。青姫の乙女行こうか。青姫の乙女召喚していく。さあ、これで、青姫の乙女を対象に取り、青姫の乙女が対象に取られたことによって、デッキからブルーアイズホワイトドラゴンが出せる。そして、青姫の剣士の効果によって、白き霊竜も特殊召喚できる。さあ白き霊竜のモンスター効果発動。さあ白き霊竜のモンスター効果によって相手の魔法トラップカードを1枚を対象に取って、そのカードをゲームから除外していく。サンダーブレイク、まだ知らないですか、あれですかね、アーティファクトロンギネス。まあ知らないっぽいな、多分知らないっぽいですね。さあとりあえず、白き霊竜はやられるのはほんと全く問題がない、1ミリも問題がない。
で、スキル発動、オルタナティブ発動していく。まあ、多分、妖刀だと思うんで、まあ、妖刀かなんかを破壊して、はい。さあ、どうする？さあ、どうする？さあ、どうする？デモンズチェーン強いね。デモンズチェーンか。もうしゃあないか。銀竜の合法。合法でデモンズチェーン抜いたのありやな。合法でデモンズチェーン抜いとくのありやな。合法、今使っちゃう？もう、なんかあれ、どうでもいいカードだな、あれ、多分。はい。これは、なんかあるね。なんだろうな。あの一枚。あの一枚なんだろうな。釣り天井じゃないんで、多分大丈夫ですね。で、これ多分ね、デモンズチェーン抜いちゃっていいんじゃないかな。はい。ドキュー舞台とかですかね。だから、あれ。言うて、この盤面結構辛いと思うよ、だから。これって、これ殴って、まあ、あ、銀竜の合法まだ使わなくてもらったか。くそ、罠で妨害して勝手にされんだ。さあ、お相手の方、シャークさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。シャークさんかっこいいな。シャークさんはね、声がかっこいいよ。声が青きめの。おっと、名召喚セット、エンド。シャークさんはね、あの、結構サメの領域っていうね、最強のスキルをね、警戒しないといけないんで、あ、まあ、最悪、その、サンデウィキンジ、全然違った。リソース吐かしてから、どうせ、キメラフレシアこれ、効果発動するもんな、多分。キメラフレシア出てきてから天末でいいんじゃない？リソース吐かして、まあもちろん、融合持ってこられちゃうけど、まあ、それはいいんじゃない？別に、でも。なんか出さしてから手札使わしてなんか無効にしちゃった方がいい気はする。対象に取られて、あ、でも聖眼なせる、聖眼なせる、あー待って、ちょっと待ってね。でキメラフレシア OK、 キメラフレシア OK、 でキメラフレシア OK、 はい。で対象に取られました。ここ天罰か、ここ天罰して、これこっち先したらダメだもんな。天罰し、あ、ん？ちゃうな。今、聖眼出して、殴ってくる効果に天罰だ。多分。そっちだったね。あー、ちょっと若干ミスったな。殴ってくる効果、天罰よかったわ。ちょっとミスりましたが、いいでしょう。さあ、融合をなんか持ってくれる効果、いいですよ。言ってですね、モンスター効果は多分2回発動するタイミングがあるんで、キメラフレシアって。今多分、聖眼出して、殴ってくる方の効果に転罰したら3000残ってるから、これ。だ結構、これでワンキルまで取れた気がするけど、まあいいや。バトルフェイズ。さあ、とりあえずぶん殴っていく。多分ね、乙女はね、このまんま置いといた方が多分強いと思うんだよ、俺。で、次のキメラフレシアは、煉獄の落とし穴っていう最強のカードで、吹き飛ばせばいいんで、問題はない、一切。強すぎ、挨拶は強すぎる。やめろすぐ挨拶すんの。まあ、でも言うてか、言うてか、左右が OK、 左右が OK、 諸侯の騎士除外されますよ、これね。諸侯の騎士除外されるのはしゃあないか。でも、オルタナティブ出せると思う、今のところだと。さあどうする、これどっちにしたってきついもんな。あ、でもあれか、キメラクレシアで青決め対象にとって聖眼、なるほどね、そういうパターンね。聖眼死ぬパターンね、聖眼死ぬパターンね、これこうするしかないね。で青決めの乙女対象に取られたことによってデッキから、ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚していく。でブルーアイズホワイトドラゴンやられてしまった。殴られる、殴られる、もうしょうがないね、でもそれはね、それはしょうがない。で初攻で太鼓落とすパターンだな。スピードディオネ OK、 召喚成功時に捕食カウンター OK です。 OK、セット。いや強えな、伏せ結構巻いてターン巻いターン追加されるのはちょっときついぞ。はい、オッケーで諸侯の騎士効果、スピードディオネア、これここなんだっけ、デッキから特殊なんだ。オッケーオッケー。で諸侯の騎士効果、これはまあさすがに太鼓で太鼓落としでキメラクレシャーぶん殴られる、太鼓効果。でもさ、これ白綺麗流でこれさ、左右号ってさ
そうだよね、再英語は意味ないんだ、除外しても。だからこうしてでバック除去するしかねえな、バック除去するしかねえ。で太鼓で回収してオルタナか、太鼓回収オルタナ、あ強い、太鼓回収オルタナ破壊、煉獄でいいんじゃない、ホワイトオブジエンシェント効果、青眼回収で、あれ効果で破壊しないといけないんですもんね彼は。それからこうして、はい、で好きだぞオルタナティブ、そしてオルタナティブのモンスター効果、相手のフィールドのモンスターカードを1枚破壊していく、しゃでカードを1枚セット、そしてタムケもセットしよっか、でこれでバトルフェーズ入って、あ意味ねえわ、ターン終了していく。でだ金次郎効果使うで、2体でしょ君は、まだあんの、なんかまだあんの、再融合2枚目とか言う地獄やめて、あ融合か、オッケー、融合はいい、融合はいい、融合はいい、ちょ挨拶やめろやマジで、挨拶マジやめろや、強すぎんだろこれ、何回挨拶する、うざすぎる、やばい、ちょっと待って待って挨拶ガチで強すぎんだけど、デュエルリンクスは挨拶は大事って言ってた、確かにおばあちゃんが言ってた、うちのおばあちゃんは言っていた、遊戯王デュエルリンクスは挨拶ゲー、さあキメラフレッシャーでぶん殴られていく、やべえってあいつ強すぎるって、でもタムキャンだよな、一応タムキャンだよな、半蔵来た、おっワンチャンあるか、タムケてタムケてだ、で煉獄捨てて、でここ破壊する、ナイトセットなんだ、で、半蔵紹介していこう、半蔵効果、あ通るの通るの、マンモン、ちょっとマジで頼む、ちょっとマジマジ、もう挨拶2回さ、いやー神ゲー、遊戯王デュエルリンクスは神ゲーです。さあお相手の方ふおーの人ですね、で半蔵さん、これハンド強いですね、非常にね、ハンド非常に強い、でだ超変化天罰煉獄、さあ嫌がらせ魔法、間違えた、嫌がらせトラップめちゃくちゃ伏せてターンを終了していく。さあ闇魔陸選手どういったデッキなんでしょうか、さあギャラクシーサイクロン強い、ちょマジで真ん中見て、うわーうっとうしいことしてきやがるぜ、うっとうしいことしてきやがるのは、でエレキングコブラとか、いややばすぎるデッキだ、エレキューブやばい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 、やめて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 よ、そういうの、そういうデッキよくないよ、そういうデッキはよくない、やばい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 、ちょっとカードセットオッケー、カードセットオッケー、でバトルフェーズ入っていく、これもう止めた方がいいよね、もうこれね、エレキングコブラって止めた方がいいと思うんだよ、これこれで天罰発動していく、でこれで効果無効にしながら特殊召喚していく、煉獄とかこれ1ミリも刺さんなそう、一回も使うタイミングなく終わりそう、カムゲきた、オッケー、とりあえずバトルフェーズ入りましょうか、そのままね、そのままバトルフェーズ1800、なんかある、なんかある、使わない、なんかあるね、まあ、ずっと光ってるからなんかフリーチェーンなんだと思うんだけど、さあ闇マリック選手どうい、ちょもうやめてください、もうほんと許して、オッケー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 、レビオニア来た、レビオニアいらない、レビオニアいらない、でこれでぶん殴っていく、あと400、あと400、あと400が強い、あと400が強い、オッケー、でスタン白していく、あと400、あと400、ちょマジで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 、モンスター引くな、モンスター引くな、モンスター引くな、あー強い強いけどリバース、やばい、いくつこれ、900、あ残るね、生き残るね、一応ね、エレキューブやめよう、エレキューブやめよう、オッケー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 、それはいい、全然それは全然いい、もういい、分かった分かった、もうそれも全然いい、全然いい、オッケー、エレキリンいい、セーフセーフセーフ、まだいける、まだいける、まだ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 、ボトン、バトン、ボトンリードオー、ポカホンタス